懐かしのアリゾナは、アービング・カミングス、ラオール・ウォルシュ監督による1928年のアメリカ合衆国の西部劇映画である。第2回アカデミー賞で作品賞を含む5部門でノミネートされ、ワーナー・バックスターが主演団優勝を獲得した。主人公の三族シスコキットは、オー・ヘンリーの短編、ザ・キャバレロ・ S ウェイに出てくる登場人物。 ワーナー・バクスターは、アリゾナ回答異文、シスコ・キット、ザ・リターン・オブ・ザ・シスコ・キットでも、シスコ・キットを演じている。撮影は、ユタ州のブライス・キャニオン国立公園と、ザイオン国立公園、カリフォルニア州のサン・ホアン・カピストラーの教会ともはーべ、砂漠で行われたが、ムービートーンで、野外ロケを行った長編と大きい映画はこの映画が、初めてだった。 2004年にアカデミーフィルムアーカイブにより保存された。シスコキットは、アリゾナの悪名高い山賊。対応に苦慮する、騎兵隊は5000ドルの懸賞金をかけ、さらに射撃の名人ミッキーダン軍曹に討伐を命じる。ミッキーダンはその前に理髪店に立ち寄る。そこで風呂を浴びていたのが、シスコキットで、二人は、息統合し、再会を約束する。シスコキッドが家に戻ると、 上フのトニア・マリアが出迎える。シスコ・キットは、用事で出かけるので、会えなくなった途端に伝言するよう、トニア・マリアを街に向かわせる。しかし、トニア・マリアは段に恋してしまう。五千ドルの賞金にも目がくらみ、シスコ・キットを裏切ることにする。用事から帰ってきた、シスコ・キットは、偶然、二人が自分を殺す段取りを話し合っている、現場を目撃する。しかし、 知らないふりをして、家に帰り、いつも通りトニア・マリアと接する。トニア・マリアはダンが帰ってきたので殺しに来るようダンに手紙を送る。しかし、シスコ・キットはその手紙を別の手紙にすり替える。そこには、シスコ・キットは助走して逃げるつもりだ、と書いてある。ダンは、嘘の手紙を信じ、家から出てきたトニア・マリアを射殺してしまう。シスコ・キットはそれを見届けて、 どこかに去ってゆく。この映画は当初、ラオール・ウォルシュ監督、主演で撮影が始まった。しかし、ウォルシュがドライブ中、ノウサギが車のフロントガラスを突き破って、ウォルシュの目に当たる事故が起き、ウォルシュは失明。急遽、アービング・カミングスが監督を引き継ぐことになった。シスコ・キッド役は、バディ・ルーズベルトに気ままたが、足を負傷したため降板。結局、 ワーナー・バックスターが演じることになった。なお、ウォルシュがシスコ・キットに噴したロングショットは、ウォルシュがブライス・キャニオンで監督したチェイスシーンともども映画の中で使われている。ラオール・ウォルシュはこの事故の後、生涯アイパッチを着用した。俳優は引退したが、監督としては輝かしい実績を残した。ありがとうございます。